はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12時ですね、ヌーンでございます。まったりしたいんですけど、今日は全然まったりちゃうんですよ。もうあと 3,40 分したらですね、ここチャリンコで八丁堀まで行くんです。ここ日本橋小網町っていうところですね。八丁堀までチャリンコで10分ぐらいなんですね。でそこでですね、早稲田大学エクスチョンセンターというところのですね、市民講座を私持たせていただいてまして、1講座ですね、1日で3講するんです。大学で午前中が1講2講でしょ、5から3講4講5講で始まるでしょ、3、4、5と連続で1日やるんです。270分ずっと喋ってる。大変ですよ、ほんまに。この動画1回喋るの10分ですからね。それを227倍やるんで、1日で、ほんまに。大変よ、どうしよう。はい。と言いながらもう何でもやってるんですけどね。昔は2日で分けて2校2校やったんですけど、最近1日で3校やるんですよ。行きましょう。毎日新聞でございまして、これは今日出たニュースで、今日の朝ですね。構想14年、豊洲千客万来、24年2月開業、テナントのみ悩みって、なんかそんなんあったなって、まだ開業してへんのっていう世界ですね。ちょっと読みましょうか。東京都江東区の豊洲市場に隣接する観光施設、豊洲千客万来が2024年2月に開業を迎える。築地市場の移転に合わせて、東京都が12年に基本方針を明らかにして以来、直接を経ての開業となる。豊洲千客万来はもともと築地市場の豊洲移転にあたり、東京都が12年に基本方針で築地特有のにぎわいを継承発展させ、豊洲ならではの活気やにぎわいを生み出すとして整備を表明、新交通システムゆりかもめ、市場駅近くの都有地 1.7 ヘクタールを事業者に貸し出し、飲食や物販などの施設とする計画だった。当初予定されていた事業者が撤退した後、万葉クラブは再興を経て、万葉ってね、万葉集の万葉、を経て16年に事業者に選ばれた。16年ってだいぶ前や、何年前な、もう7年前やん。とは、都有地約 1.1 ヘクタールを月額610万円で50年間事業者に貸し付けている。月額610万円の。同社は170店舗が入ると都に提案していたが、今年9月時点での店舗数は半数以下の約70にとどまる。新たな集客拠点整備を築地からの市場移転受け入れ条件としていた江東区の担当者は、取材に、事業者の説明から飲食店の物販が立ち並ぶ横丁の雰囲気を想像していた。予定の半数以下というのはあまりにも少ないと困惑。開業までに誘致の遅れを取り戻してほしいと語り、テナント誘致交渉の進展に期待すると。ということで、この記事は終わっております。まあそういや、千客万来してとか言うてたなと。あれ、豊洲に移転したんって、確か4年ぐらい前、コロナの前やったような気がしますけどね。4、5年前やったかな。一回僕豊洲市場行きましたよ、移転した後の。確かね、あれポストセブンの記事を書いているときに、それやりましょうかとかいう話だって、で豊洲市場行きました。車で行ってですね、どっか駐車場に止めて、ほんで豊洲市場の中をぐるっと回って、で写真撮って帰ってきたんですけど、しょうもないとこですね、あそこ。なんというかですね、田舎の空港のターミナルみたいな感じがしました。そんな記事を書いた覚えがあります。なんやしょうもなって、2階にねお店があるんですよ、食べ物屋さんとか。で寿司台とかあるんで、じゃあ並んでるんですよ。僕は昔の築地の寿司台知ってるんですよ。一回食べたことあって美味しかった。生涯あんな美味しいお寿司を食べたかなっていうぐらいに美味しかったですね。あれを知ってるだけにですね、綺麗なですね建物の中にある寿司台ってふーんと思いましたね。奈良で寿司食おうとは思いませんでしたけど、20年以上前に築地の城内の
寿司台に行ったことあります、よかったわ。まあそれはそれでいいんですけどね、あのしょうもないとこやなと思って、で、先客万来施設というのがですねできるできるというふうに聞いていましてですね、あの伸びてですね、来年の2月ですか、で半分以下しか来客170のうちの70しか決まってないって。今ね、あの豊洲って人集まってるんですかね。あれは全くあれしょうもないから、あれ見に行こうという気にはならないと思うんですよね。あの築地のね、昔の城内とかってあら面白そうやなって感じはしましたけど、そう、ほんでその日にね、何年前、5、6年前ですけど、あのそのままぐるっと回って築地の城内、城外まだ残ってましたからの跡地というか、まあまだ城外ありましたから、でも行ったら観光客でいっぱいあったんですよこっちの方が人多いやみたいな感じでね、あちゃうわ、車で行ってないんや、歩いて電車とバスで行ったんや、で帰りにバスで築地のその場外通ったんですね、あのバス、そうそうバスで行ったんや、まあでもそもそもね、あの築地のあのお魚の市場自体がですね、あれ観光スポットにならないでしょうね、あれやったらね、上から見るだけでしょ、アホかという話ですね。でそこに先客万来施設来るって、それはテナント経営平和な、あのそもそも豊洲ってね、地下鉄一本しか通ってないでしょ、まああのかゆりかもやるけど、あんな不便やん、クソ不便やんあれだってあれ、汐留からあの豊洲まで行くとき40分ぐらいかかっちゃう、30分ぐらいかかっちゃうな、あれ、ね、やってられへんやっきり言うてほんまにかったるうて、そもそもあの湾岸のね、ゆりかもみが走ってるところでみんなしょうもないですね、あの終点の豊洲だけがですね、まあ、多少は面白いかなという感じですね。で豊洲市場とかやったら市場しかないやん、あの辺歩いて楽しいという感じ全くしませんからね。でそもそも先客万来したところで東京都の役人が考えてるでしょ、役人が考えたこの手の施設でね、成功したところないはずですよ、僕一つも知らんもんいやそもそもね、人間が町作ったらあかんねん、こういうの作ったら、あの町というのは生き物ですから自然発生が一番なんですよ。豊洲がねあんなに賑わったのは自然発生的に賑わったんですよ。昔はただの大阪の市場やったんですよ。それがどうでしょうね、2、30年前から面白いやんという話があって、そもそも場外ってね、あれ豊洲の市場にやってきた仲買人とかその関係者が代わりに飯食おうかとか、あの商売でどう買おうかとか、そういう町やったんですよ。でいつの間にか観光化してしまったんですけど、だから僕そのだから観光化する前の豊洲知ってますからね、私はもうどうでしょう、40年ぐらい前の40年前、そうですね、40年ぐらい前ですね、38年ぐらい前の知ってますからね、私は。その頃に比べるとですね、なんと言いますか、まあ、すごくになったんですけど、結局ね、それは誰かが観光地化しようとしたわけではないですよ。自然にあそこ面白いでとなったわけですよ。この面白いところをね、役人が作れるわけないやん。そんなもん。いろんな職業の中で一番頭固いのが役人なんですよ。そいつらがそんな作れるわけないねん。しかし、この豊洲の先客万来施設から言うのもですね、もう失敗確実なんですよ。だから、テナントも集まらないわけですよ。プロデュースできないんですよ、そういう面白いところっていうのは。自然発生なんですよ。だから、器だけ作ってね、こう、やってみるっていうのは一番、まあ、人間が作るやり方としては一番いいと思いますね。で、勝手に、あとは勝手にやってくれって。で、かなり民間に任せると。それも一社に任せたらあかんねん。その一社が自分だけ儲けようとするから。ほっといたらええねん、基本は。もう権利関係ぐちゃぐちゃになりますけどね。まあでもほっといたらええねん。もうほっとくのが一番ですよ。役人が考えて成功するわけがないやもんなもんと。しかも豊洲でしょ。豊洲市場でしょ。豊洲市場でしょ。あんな不便なとこ。そもそも湾岸というだけでクソ不便やんと。結局お台場もね、そう今そんなにぎわってるんですか、あれ、しょうもないとかと思いますけどね、前は。あんまり言うたらね、また怒られる。湾岸の人に。
ということで、この毎日新聞のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。